シア映画の T34 と言いますか、この場合ナチスドイツってもちろんなんかひどいことをしてるんですけども、ある意味すごくなんか子供っぽいようなあの対抗意識って言うんですかね、日本でいうなんかほとんど少年漫画みたいなライバルに対するこうある種絶対にあいつをやっつけてやるっていう、それで汚い手を使っててもすってんじゃなくてどっかでやっぱりいい格好してしまうっていう、あのナチスをああいうふうに描いたのはちょっと珍しいかなって気がしましたね。とにかくあの人格あの最悪の集団として描くことが多かったわけで、実際そうなんだけども、あの辺の分かりやすさというか、ね、あのキャラクターの立て方というか、ね、っていうのがあの分かりやすく立ててるな、キャラクター立ててるなっていうのを感じつつ、ね、一方でソ連対ナチスなんで、ね、そんなに気持ちが両方にいかないっていう、ね、あの昔のプロレスで言うとプロレスで例えるのもあれですけど、ブッチャーとザ・シークが勝負してるような感じだったんで、やっぱり主人公っていうのはジャイアント馬場みたいな人とか、うん、アントニオ猪木みたいな、うん、正義の味方みたいなのがいるのかなと思いつつ、ジョン・フランケンハイマーの対決みたいな形の、まあ、純粋にこの人たちの対決を見ればいいんだっていう、なんか味方を 探り当てるまでちょっと時間がかかったというか、うん、誰を中心に見ればいいんだっていうのは正直ありました。まあソ連の戦車って言ったら日本にめちゃくちゃひどい目やってますからね、T30 ですか、T72 っていう戦車に乗っけてもらったことはあるんですけどね、ポーランドの撮影の時に、乗り心地がすごくいいのでちょっとびっくりしました。T34 で言うとあの主人公の人が乗ってた場所ですね、 あそこに乗っけてもらって、うん、いつもすごくいい位置にあって、石畳の街中を行くんですけど、そんなに違和感がなく、うん、スピードが出てこんなに乗り心地悪くないんだと思いました。それは最近の選手ですかね。T72 なので、うん、多分ちょっと詳しくないから分かんないですけど、1972年型の10年使ってる、20年使ってる当時でいう、それぐらいだったと思うんですよ。あれですよね、パンサーの方もパンテーラって言ってましたけど、昔で言うのデトマソパンテーラとかスーパーカブが流行ったパンターって言ってましたけど、あのガールズ&パンサーの、あのアニメ好きな人たちは見に行かないですかね、パンツたちどうなんですかね。戦車好きだったら当然行くだろうって感じなんですけど ね戦車好きから言わしたら何かあるのかもわかんないですね。もっとあの客席にガルパンのファンだろうっていう人がもっといるかなと思ったんですけど、ほぼほぼ見かけなかったんで、そこまで情報が T34 っていう映画がそういうその戦車対戦車の映画なんだっていう情報が言ってないのか、あるいは あれあの T34 とパンサーでしょ、あれだったら見に行かないよってなってるのがちょっと分かんないですけどね。まあガルパンの人たち見に行かないんですか、ガルパン好きの人たち、まあ、こっちは本当の殺し合いやってるわけですけどね、はい、あれは対決するときこうやたらとどこどこ撃てないから、こう一生懸命こう照準合わせるのに時間かけて、あの砲弾を交換してって非常にもどかしいんだけども、そのもどかしさがこう一発ぶっ放してる、それで、まあ、命中した時はすごい形になるっていう、あれはあの、まあ、ドストエフスキーとか、ね、あの辺から来るあのリアリズムというか、重い重い顔の汚し方とかでも半端ないですもんね。ですね。あの違う作品だったんですけど、やっぱりロシアの映画なんですけど、本当に顔の汚し、服の汚しがすごいですね、そこからグルリアリズムの声かけ、まあ、さっきも話しましたけどね、リアリズムがちょっと独特ですよね、ロシア映画の、あの
あとあの音響効果のすごいことですかね。はい、あの装甲に砲弾が当たって弾けるんだけど、その中の音の方では中の人間ちょっと頭おかしくならないかっていうぐらいの。あれって実際どうなんですかね、砲弾こんなチュイーンっていくんですよね、次元大輔の、ね、なんか弾けたりとか、ね、あんなのガーンボーンってなるのかなと思いますけど、まあ、仕切りとどこの装甲は厚くて丈夫だから、あの横から撃たなきゃいけないっていうようなところこだわって描いてましたけどね、あの辺も上手ですよ ね、かと思えばその床っていうか底の下にズボンだったら一緒にしてボーンと出したりね、いやそんなすぐ爆発しないだろうね、とかその辺の見せ方が上手ですね、恐るべしロシア映画 T34。 制作は伊丹ハルコフって、あのまあ普通だったらあのアート系のソ連のソ連時代からもアート系で有名な人だったけど、その人がプロデューサーに回ってるっていうのが面白いし不思議でもある日でしたね。まあ兄さん の、 あのアンドレイ・コンチャルフスキーの方はあのアメリカで、あのスタローン主演 の、 あのアクション映画撮ったりとか、あと暴走機関車、クロス・アーキラ・ゲアの暴走機関車撮ったりとか、随分器用にまあ仕事してますから、弟の方もまあ状況を変えれば変わったでこういろいろと適応できるんじゃないかなと思いましたけど ね、 ね、ジャコフスキーがあの暴走機関車乗った時に驚きましたけど ね、 そうですね、どういう学力だって感じで、ね、昔だったらフリードキンが撮るって話だったんですけどね、あフリードキンなのはわかるけど、まあ、戦車マニアだったらどこで喋るかなって感じがしましたね。そうですね、戦車マニアの方が、面白いあれは見た方がいいっていうのかちょっと分かんないですよね、あれはスルーなんだってことなのか、ね、バルジー大作戦 の、 あのロバート・ショー率いる、あのドイツ軍がね歌ってたあのパンツァの歌っていうんですか、タンクの歌、西側で言うと戦車の歌、あれもちゃんと流してくれたんで、あの嬉しかったですけどね、それぐらいしか分かんないんで、戦車のこととか戦争映画のこととか、ケン・アナキンでしたっけ、極端なこと言うと、あの2つの戦車の方が どこがどちらなのかっていうのは加害者がよく分からなかったんですけどね、あの劇中で出てくるあのこの弾丸あるじゃないですか、あれも本当にあのぐらいの大きさなのか、あの分かんないですよね、あれね分かりやすいですけど、すごく相当にも単純化してありますけどね、ほとんどあのキャラクターに関しては本当に分かりやすくって感じで、ヒロインなんかも実に分かりやすいっていう、ね、ナチスとソ連が戦ってますと、第二次大戦も終わり間もない頃で、ソ連兵が戦車ごと捕虜になりましたと、で捕虜になってこいつらをうまく使う方法はないかと、ナチスドイツ軍が自分たちの戦車兵を鍛えるために練習しようと、ロシアの5人組と戦車ですよね、練習用に、まあ、その前にはそのドイツの司令官との捕虜になったソ連兵の間にはあの一対一回戦って、あの、まあ、ドイツ指揮官にとっても屈辱的なこう思い出があるから、それをこう注ぐっていう目的もあるわけで、最初はとっても変ドロドロに描くなのかと思ったら、おしまいハンドってなんか結構爽やかになっちゃうっていう、ね、恋愛ものも恋愛もやってきて、でその捕まったソ連5人組とタンク1台でその練習、もちろんその実弾は持たせてもらえない練習で、あのナチス側はこいつらも攻撃して潰しちゃったっ
ていう捨てる練習をしよう、まあ、カバスイングですよね、本来だったら。で、それを利用してこの人たちは密かに弾丸を隠し持って、その練習の時に逃げるっていう単純明快な話です。とはいえ、あの脱出するとこで、あのやっぱり根がつく感じってありますけどね、ざまみろっていう。それだけだと映画としてやっぱ一元さんのお客様に入れないといけないんで、ラブ入れます。女の子も一人そのタンクの仲間の中に入っていきます、ね、その子が地図をナチスから奪ってきます。上手です、エンターテインメント映画としてね。